皆さんこんにちは、ハイキイラストレーターのアリです。今回も楽しんで描くハイキイラストやっていきたいと思います。今回は前回からの引き続きでですね、レイヤーの合成モードの説明をやっていきたいと思います。まだですね、前回の動画見ていない方はぜひこちらの方からですね、前回の動画もご覧になってください。それではですね、早速やっていきましょう。前回の動画ではですね、ここの乗算比較焼き込みからというところからハードライトまで紹介しました。で、今日はビビットライトから輝度までやっていきたいと思います。こっちの方はなかなかですね、使うことがない、僕は使うことがなかったやつなので、もうちょっとですね、簡単な説明になるかと思いますが、まずは、レイヤー合成モードの簡単な説明、どういう風にですね、合成するのか、どういう風に使うのかですね、っていうポイントを紹介してからいきたいと思います。レイヤーの合成モードとはですね、レイヤーをどのように合成するかというものを設定してあげるものになります。例えば、こういうレイヤーですね。このタイトルのレイヤーの、ここを、もう忘れてました。今回ですね、iPad のプロクリエイトで紹介していますので、プロクリエイトにあるレイヤーの合成モードの順に紹介しています。ですが、クリストだったり、Photoshop だったりですね、他の画像処理のソフトでもですね、同じような合成モードがありますので、ぜひそちらの方でも参考になるかと思いますので、ご覧になってください。で、このタイトルですね、のここを押すと、こんな感じで、モードというものが出てきます。これが乗算比較とですね。これを変えることによって、この設定したレイヤーと、この下にあるレイヤー、まあ、この説明が見えてる、この説明ですね、をどのように合成するかというものを決定することができます。これが上のレイヤーと下のレイヤーの合成ですね。まあ、そういう合成をどういう風にするかというのの種類がいっぱいあるという話ですね。で、まあ何に使うのっていうところですが、絵を描く上では影をつけたり、ハイライトを入れたり、でカラーを入れたり、入れ替えたりするときに使うことができます。例えば青空を描いておいて、それを夕空に変えたりとか、いうのをこういうモードを使えばですね、結構簡単に時短でできるようになりますので、そういう意味でもですね、覚えておくといろんなところに使えますので、おすすめになります。というような意味で覚えると便利というものになりますので、ぜひですね、今回と前回合わせてみて、なんとなくですね、こういう効果が得られるんだというものを覚えていただけるといいなと思いますので、後編やっていきましょう。さあ、では後編、最初のですね、ビビッドライトの方からやっていきたいと思います。非常に簡単な説明にはなりますが、どういうふうに効果が得られるのかという話になります。ちなみにこの元画像に、この色を上から足して、合成して、結果がこの一番右というものになっております。で、ビビッドライト。これはですね、覆い焼きと焼き込みというものを合わせたものになっております。コントラストへのですね、影響が大きいと思ってください。覆い焼きと焼き込み何だったかなというところはですね、前回ですね、やってみますね。焼き込みがこれですね、これとこれ。これとこれですね。を合わせたものになっております。合わせるってどうなってんの？暗いところとかですね、明るいところが影響してくるというようなものになっております。これとこれですね。これの間ぐらいでね、イメージを持ってもらえればと思います。まあ、ともにですね、かなりこう、激しい色が、焼き込みも暗い激しい色、大焼きも激しい明るい色というものになっていますので、そちらもかなりコントラスト、このビビッドライトもかなりコントラストが強いものになっておりますので、考え方としては大焼きと焼き込みを合わせたものですが、イメージとしてはコントラストへの影響が大きいと思ってみてください。で、リニアライト。こちらもですね、一緒ですね。で、こちらは今との、ビビットライトと違って、今度は明るさへの影響が大きいものだと思ってください。はい、続いてね、ピンライトですが、これなんかちょっと特殊なんですよね。これとちょっと特殊で、レイヤーの上の色ですね。が、グレー 50% より明るかった場合は、明るいピクセルはですね、下の暗い色と置き換わって、50% より暗ければ、その逆の下にある明るい色が置き換わることになります。意味わかりますか？要は暗い部分はちょっと明るくなって、明るい部分はちょっと暗くなるというようなですね、合成の仕方がされます。なので、今こう似たような色を置いた場合はそんなに変更がないんですが、似たような色じゃない場合の色を置いてあげたりすると、例えば、するとかなりアーティスティックに変わるような感じ。こんな感じですね。アーティスティックに変わります。で、しかもこう濃いさ、輝度によって変わっていくので、この今塗った色が合成されるような感じになります。非常にね、わかりにくい。僕もいまいち、これは絵で使ったことがまだないんですが、そういうような
ちょっと特殊な面白い合成モードとなっております。さあ続きましてハードミックスからですね。ハードミックス、これは各色を足して極端なカラーを出すと、これ色を足してるんですね。で色を足して、極端なカラー、まあガーッと激しい色 を足して作ってる感じになります。まあ、色と色を、こう足して、まあ、数値になってるんで、数値をこう足していって、まあ、足すことによってかなり激しい色というものが表現されているカラーになります。差の絶対値、これがですね、レイヤーとレイヤーの色を引いた色を出すと、難しいですね。レイヤーのですね、暗い方の色から明るい色を引くというような設定になっております。これもまた難しいですよね。なんか2つを比べて明るい方から暗い方を引くと、なので、まあ、暗くなるんですが、基本的にこう色が基本色の色っていうのが、反転して、白と黒だったらですね、白と黒の場合は結構反転するので、まあ、色が入ってたとしても結構ですね、反転したようなイメージを作ることができます。その反転っていうのがどう何かっていうとですね、要は補色というものになります。例えばここ、この色ですね、この色はだいたいこの辺の、ね、色なんですが、のこの辺なんですが、それがこの反対側のこの辺の色にね、変わりますよ。まあ、補色のような色を置き換えたり反転したりするイメージを作るときに、まあ、作ることができると。あとは結構暗くなることも多いですね。ちょっとこれも面白いですね。で後からですね、似たようなのが出てきますので、まあ、その補色とかをパッとなんかこう色に補色入れて安定させたりとかいうときに使ったりすることもあります。ちなみに僕は多分1回ぐらいしか使ったことないんですけどそんなに使用したことはないですが、まあ面白いなとは思って、でまたいつか使ってみたいなと思っている合成モードの一つです。で除外、まあ、これは差の絶対値の、まあ、コントラストが低いバージョンだと思っておけばいいかなと思います。まあ与えられる効果もそんな感じですね。コントラストを低くしていると。さあ後編はですね、なかなか僕も使わないようなのがいっぱい出てくるんで、まごまごしていますが、まあ、そんな感じで残りやっていきましょう。まあ、減算、これは先ほどの差の絶対値、まあ、明るい方から引いたんですが、今回は下のレイヤーから上のレイヤーを、まあ、減算、まあ、引きますよ。で引いた数値が0を下回ると黒になりますので、まあ、暗い部分はまあさらに黒くなるよと。でこれも補色関係とかっていうのを書きやすくなると。この辺はですね、僕が使ったことないので一言コメントも書いてないですけど。今後使っていきたい。まあちょっと面白いですよね。とか、分割。これもですね、色を反転しつつ、追加のようなこう光らせる、ね、効果を与えていくようなものになっております。この辺ですね、差の絶対値、除外、減算、分割あたりは、正直全然、まあ一回使って一回とかなので、本当にですね、使ったことはないんですが、非常に面白い効果を得られるようになりますので、ぜひですね、興味のある方は使ってみてください。さて最後の、色相、サイド、カラー、輝度になっていくんですが、この4つはですね、結構こう関係性があるものになります。まずは色相からいきます。で色相ここに書いてますが、サイドと輝度がね、ここにこうペンペンと載ってますが、色相はですね、サイドや輝度を変化せずに色相を合成するモードになります。でこの上の色相ですね、この色相を下のレイヤーに合成します。これが、まあ、色相を変えることがしやすい合成モードですね。で、これの違うバージョンが、サイドと言われるやつは、輝度や色相は変化せずに、サイドだけを反映します。ここのサイドを反映していく。で、これもサイドだけを変えたい場合とかに非常に使える合成モードになります。そしてカラー。このカラーはですね、輝度を変更せずに、色彩とサイドを反映させます。だんだん、ね、わけわからない。距離と時間と道のりみたいな、そんな感じになっていますが、カラーはですね、色彩とですね、サイドを反映しますので、ここ明るさ以外は変わっていくというものになります。で、最後に輝度。これは、色相とサイドは変化せずに、明るさですね、輝度だけを反映します。なので、これとかですね、明るさが暗いので、まあ、ここの、この部分が暗さだけ上から反映しているというような合成モードになります。これで今回の後編の全ての説明になりました。後編はですね、前編でも言いましたが、なかなか使いどころが難しいものも多かったので、難しいですね、ものが。まあ、聞いててちょっとわけわかんないところもあったかと思いますが、最後ですね、ちょっとまとめてみていきましょう。こうやってまとめるとですね、
差が分かりやすいので見やすいかと思います。ただビビットライト、リニアライト、まあこの辺のライト系はですね、まあすごいこうコントラスト分かりやすい合成モードになって、まあピンライトはちょっと特殊だよと。でハードミックスはまあ名前の通りですね、結構もう全部名前の通りが多いんですが、まあかなりもうコントラストがガガッと強くなっているものになります。で、差の絶対値、除外、減算。この辺は、補色関係とか、まあ、色をこう、ね、反転したりするとき、まあ、しやすいというか、そういう合成モードになってますね。で、分割とかは、すごい発光して、色相サイド、カラー、輝度。ここは、ね、4つとも、この辺でこう、完結してるグループになりますので、まあ、色相を変えたり、サイドを変えたり、まあ、カラーを変えたり、輝度を変えたりするときに、非常に役に立つ合成モードとなっておりますので、ぜひですね、活用してみてください。ちょっと最後にですね、前半と後編のすべてのまとめを紹介したいと思います。さあ最後、今回 iPad の Procreate にある、レイヤーの合成モードをすべて紹介してきました。なかなかですね、僕も使ってないレイヤーモードがいっぱいあったんだなってのは本当に思いました。なのでですね、今回ちょっと動画を作るにあたって、まあ、ちょっといろいろ使ってみたいなと思いましたので、もし使ってみた場合ですね、その使った動画も紹介していきたいなと思っておりますが、まあ、こんな感じになっております。いろんなのがありますが、結構全部地味に違うんですよね、やっぱり。これとこれ同じなのかなっていうのが意外とないですよね。まあ、オーバーレイ、ソフトライトとか、この辺はね、明るさの問題なんで、ちょっと差があるかもしれませんが、あとはね、もうほぼほぼ一緒のがないのではないだろうかと。まあ、比較明るいというカラー比較、この辺がちょっと似てるかなとか、いうような形で、まあ、少し似てるのもありますが、結構ですね、合成モードによって、もう見え方が全然変わってきますので、ぜひですね、まあ、いろんな合成モードを試してみたらいいかなと思います。あんまりこう難しく考えずにですね、使ってみて、あ、こういう効果を得れたな、じゃあ次もこれで使ってみようっていうような形で使って大丈夫だと思います。もう感覚でぜひ書いてみてください。なんかこう、理論とかも非常に大事なんですが、まあ、これこうなってこうなるからこういうカラーが出るだろう、みたいなのを考えるよりもですね、最初は、まあ、個人的にはですね、まあ、今回楽しんで描く背景イラストというタイトルの通り、まあ、まず楽しんでですね、見た目がいい感じのものを選んで、ぜひ使ってみてください。でですね、この中で僕がよく使っているレイヤーの合成モードをちょっと紹介したいと思います。まず、蒸散ですね。蒸散はこういろんなものに影を置いたりするときに役立っております。で、焼き込みも一緒ですね。ちょっと明るめにしたいときとか。で、リニアも一緒。まあ、この辺はそういう暗くしたり影を入れたりするときに使ったりします。こう夜のね、街の明かりの影とか、あれにするとちょっと明るめの、コントラスト強めのとかを使ったりもしております。で、明るいところで言うとスクリーンとか、翻訳から追加。この辺を非常によく使っていますね。これはハイライトを入れるときとかに活用しております。で、オーバーレイ、ソフトライト、ハードライト、ここは、まあ、関係性は全部似ているんですが、この辺もよく使います。この辺は色味を変えたり、コントラストをさらに強くしたり、調整したりですね、するときに使えるモードになっていますので、ここも重宝しているというものになります。で、減算。これ減算はですね、一回、まあ、減算差の絶対値、ここですね。まあ、1回ぐらいしか使ったことないんですが、よく使うんで、印しちゃダメな気もしますが、面白い効果を一度、背景のですね、夜、ちょっと夜なんですが、明るめのネオンがあるような街並みの時とかに、1回使ったことがあります。これね、面白かったので、また使ってみたいなと思っていたので、またこれを、こういうのをですね、用いた背景イラストの描き方、もやっていきたいと思いますので、ぜひですね、そちらの方も上がり次第見ていただければと思います。さあ、いかがだったでしょうか。今回はレイヤーの合成モードについて前後編でやっていきました。結構ですね、一つ一つもうちょっとした、まあ、こうして使うんだよぐらいしか言ってないんですが、なかなかの、ね、ボリュームになったのではないでしょうか。レイヤーの合成モードはですね、多分マスターしたら本当にいろんな絵が描けると思いますので、僕もですね、引き続き勉強していろんなものに使ってうまくですね、使っていきたいと思いますので、ぜひですね、皆さんもいろんなものに合成モードを使って、いろんな絵をですね、描いてみて、極めてみてください。今後もですね、いろいろなこういう、プロクリエイトだったり、お絵描きソフトの機能の紹介だったり、アプリの紹介だったりですね、をしていきますので、あとパース背景ですね、いろいろやっていきますので、よろしければぜひチャンネル登録してお待ちください。またこの動画が面白かったよ、良かったよという方は、ぜひですね、高評価の方もよろしくお願いします。また質問もですね、受け付けておりますので、何かわからないなとか、気になることがあれば、わかる範囲でですが、答えたいと思いますので、動画のコメント欄だったり下の方にですね、ノートですね、質問募集の
記事がありますので、そちらの方もぜひご活用ください。それではまた次回の動画でお会いしましょう。背景イラストレーターのアリでした。さようなら。